明確に分かってる氷溶かせるとこだけ行こうか。何の目だよここ登るの。何度目の挑戦かはわからないが、私は行くしかないのである。はい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 。よよよ、はい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 。あの爆弾のとこまでは多分無理なんだろう。攻略したら帰るようなんじゃないかな。そんな気はする。固まっちゃダメ。ここだ。頑張ったら間に合わなくもなさそうだけど。はいっと。お、あ、ここに温泉が、あ、そういうことか。なるほどね。これで追加してさっきの爆弾のとこまで、壊せねえ。ってこととは、元に戻って。こうか。なんかあんの？あ、あるある。お金だ。もしかして、どうだい、1個ぐら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 い、ない、意味ない。さて、これでさっきの大型爆弾だけど、こっちだっけ。ほら、あるある。別に間に合いそうだったな。おーい、溶ける？溶けない。ここじゃないの？こういうことじゃないの？あー、さっきの長老を探すため？もしかして。なんで雪玉転がってきてんの？もう一遍だけ試して無理だったら諦めよう。登れねえし、これぐらい登れよ。
からのお湯ゲット、お湯ゲット。死ぬ死ぬ。どう？これ以上近づけないからここで使うしかないもんな。やっぱここ違うんだな。クリアしてからかってことはだな。よし、セーブしてダンジョンに挑戦する前に、これ手に入れたことでここで行けるとこも増えてそうだけど、まあちょっとそれも後回し。あのハートのかけらだけもらっとこう。ほら来たぜ。しまったな、デスルーラーするにはきつい体力だな。これを水から突っ込むか、そしたら敵出ないしな。しずくをゲットしてからの、あれ？いたいた。いたよ、スタルキッド。で、月の涙が降ってきて、よっち。あ、これデスルーラーできねえな。こっちが入ったとこになっちゃうから、こっちに戻ってきちゃうな。じゃあこれあれか、吹いた方が早いな。あー、ダメだ、外で吹くべきだった。ピピンピピン、うっせーよ。さーて戻ろう戻ろう。お、この人らも入れれそうだな。あれ？ならない。うん、あ、回復がある。もらっとこう。ちょっと音が耳障りすぎる。
持ってるよ。さあ多分こっちじゃねえんだろうな。さあどっちが正解だ。沼と変えてもらってから行くのか、このまま行くのか。沼っぽいよな。沼と変えてもらってからっぽいよな。もしこっちだったらこの周回では無理ってことか。まあその時はその時で仕方ない。同じアイテムを別のとこには使わせんだろうとは思うんだけどな。わかるか、お客さん。わかるよ、これが欲しいんだろ。削ってくれよ。あった、沼の権利書。多分これだろうな。やっぱシースティックだと鳴らしにくい。で、山里から。さあで行きましょう。フリーズした。ちょっと待ってくれよ。セーブしてないぜ。わあ、つらいわ。ほんとつらいわ。分かってるからスムーズにはいけるけど、ほんとつらいわこれ。仕方ない、やり直すか。さて戻してきたぞ。よし、毎度っぴー、お得意様だっぴー。今なら買取キャンペーン、1000ルピーする最大のボム袋を、大きなボム袋と200ルピー。大きなボム袋持ってないな。マイドッピゴロン専門、これはダメみたい。こっちでダメみたい。これかもしかして。マイドッピ仲間に会えるとは。あ、これか。それは譲ってほしいっぴ。土地譲るっぴ。やった、山の権利書。よし、入らん。
よーし、ゲットー。ハートのかけらを手に入れた。しゃ、最大1ポイントアップ。ティルルルルルン。あれ泣いてる。あ、そうか、あれだけのために戻してきたからな。まだここ何にもしてねえんだ。これはどうなるんだ。覚えてない。A、右左。あれ？できたできた。あ、寝た寝た。気もついたな。ゲージ回復とデクの木が出てるってことはやっぱりこれあれだよな、意味あんだよな。これか。前転しても火消えないな。燃え尽きないな。あ、行った。回り出した。よしよし。ってことは？ああ、そういうことか。これであれだな、ぶっ飛んだらいいんだ。まず1個、1個目は回す前に壊してた方が楽だったか。多分全部壊さなきゃいけないんだろうな。結構な手間だぜこれ。最後の1個とか超めんどくさそうなんだけど、まあ仕方ねえ。これも後ろ振り向いた状態で回りや、これむずいな。
むずっ。なんかこういうの多いよな、モジュラは。謎解きが分かっても実際にそう実行するのが難しいっていうのが多すぎる。うわきつすぎ。時間が。ちょっとでもずれたら当たんねえしよ、これひでえな。しかもこうジャンプするためにわざわざ一周しなきゃいけねえっていう。魔力ゲージもいるし。あ、まだ最初の朝だから大丈夫だろうけど、いちいち難しいんだよな。よし、タイミングを見計らっていきましょう。無理だこのタイミング、多分無理だな。いけるか、よし。あと一つ。左っぽくない。よし。あった。ランダムじゃなくて最後の一個か。どれこどこ？どこに落ちた？これか。つかめた。え、まさか入らないんだ、アイテム欄には。持ってかなきゃいけないのか。うわ、なんという手間。まあいいや、別にそんな強かった敵がいた覚えないし、そこまで遠くもなかったからいっか。地味な地味な作業だ。降りた方が早いよな、敵いねえし。はい、こっち。あ、すぐじゃん。でも結局あのアイテムまだ取ってねえな。これ届けたらちょっと見てくるか。なんかカエルの仮面かぶってる。投げる。これはドドンゴ洞窟さん特上ロースイワー、これ大好物なんだ。食ってる。どうやって食ってるのか分かんねえが、とりあえず食ってる。元気出てきたから。割と低いよね。デルムニジェニーゲー、オラの気持ちだ。カエルだ。ゲーロン、あ、そういうことか。カエルいたな、ところどころに。寒いごろ、コロンの里に帰るごろ。
まあ一応これで現時点で分かる部分は終わらした感あるな。そこの宝箱が気になる。位置的にはこれか、違う、ここだ。これか、違うな、こんなんなんだろう。地面掘る系、痛い。この上はないし、ここなんだけどな。爆弾で壊せるような穴も開いてない。そもそもここだもんな。ゲーロのお面関係ないな。うん、わからん。さあセーブしてダンジョンに行くか。金1ルピーしかないから預けなくていいな。あれ、また分かんなくなった。どっかメモっとくかな。よし、ダンジョン行きますか。1ルピーしかなかったのに2ルピー出てったぞ、さっき。